はい、どうもご視聴ありがとうございます。サム太郎でございます。近畿の極5の極でプラチナ使ってやっていこうかと思います。プラチナなんですけれども、まあ、キャラ自体はね、前回の新イベントタンポポじゃなくてひまわりか、ひまわりのイベントで出てきた新キャラの激究極なんですけれども、まあ、アビリティがね、マインスイーパーはあるんですけれども、こちらアンチブロック持ちのパワー型光属性、もう完全にねこの極専用の新キャラです。おう、倒せない。ちょっとまずいね、ちょっとまずい。でもちょっとだから大丈夫。危ね、ゲージミスったから今カウンターキラー乗ってなかったらダメージ飛ばなくて負けてましたね。まあ、それはいいとして、この通りちゃんとダメージが通ります。でさっきね一応攻撃力チェックしたんですけれども、竹三日寿とほとんど変わらないです。だから違うのはストライクショットが弱点特攻か、弱点麻痺か、弱点麻痺ストライクショットかランダの違いですね。あとはそのランダがねどれほど効いてくれるか、そこが問題です。で、弁財天をね、2体積んでるんですけども、弁財天ね、もちろんスピードもあってパワーもあって素晴らしいんですけれども、早すぎてバフをもらいづらいんで、2回触る勢いでやっていくと、弁財はもらいやすいです。いいね。ダメ稼いだ。で、今みたいに2回跳ねないともらえません。多分 SS だとね、ほんと3回跳ねる勢いぐらいでやんないと、もらえないんですよ。もう一声だったな。もう一声だったけど、まあまあ、竹三日寿がバフもらった状態でいけるんで OK でしょう。はい、ステージ2突破で。今のところね、千代ちゃんよりも強いです。使ってて。今まではここに千代ちゃんが入ってたんですけども、まあ、正直もう必要ないですね。プラチナの方が強い。まあ、千代ちゃんはね、ストライクショットで全てを倒すことができるんで、そこに関しては部があるんですけども、やっぱブロックを持ってないんでね、雑魚処理のしやすさと、最後のタイミングでこうね、うまくブロックに弾かれちゃうと何もできないってこともあるんで、常時使いっぱなしでできるプラチナの方が強いかと思っております。まあガチャゲンの千代ちゃんには失礼なんですけどね。あの子はガチャですから。剣取ってもな、剣取っていけるかな、試しです、これは。ダメだね。ダメか。まあ、それはしょうがない。どうしようかな。ちょっとまずいな。右下が白バックする。これバフもらえるか微妙だけど、いくか。あ、ギリギリですね。あ、でもバフをいい感じに負けたんで OK ですね。なんやかんや。うん、なんやかんやですけど。これバフもらった状態だったらそのまま叩けるんでね。すごいやりやすいクエストなんですけど。そう、あとね、ちょいちょいね、攻撃ダウンもしてくるんで、バフの持ち越しができれば一番最高です。弁財天は強い。とても強い。お試しで行ってみましょう。剣を持ってもダメージ入んなかったら、入んないかもしんないんですけど、入るね。強っ。ストライクショットは強いわ。16ターンか。もう一回たまらないかな、このクエストだと。先に白バックされるか。さ、じゃあ雑魚処理からしていきましょう。こんなに強いのは取っとけばよかった。あ、そこ入っちゃったか。そこ入っちゃうとね、ダメージは稼ぎづらい。いけるか。こ
ここ間入りづらいな、本当に。入れないのかな、そもそも。入れないことはないか。いや、強いね。やっぱ弁財天が一番強い。こと雑魚処理に関してはぶっちぎりですね。バフをもらいづらいってのがあるからな。で、多分ゲージ外したらダメだな、多分。ゲージを外したら多分ダメージ通らないと思うんで、ここは安牌でゲージを当てていきます。まあ、ギリギリだけど一応、あれね、バフはでももらいやすい位置にいるんで、残り7ターンか。まあ、悪かない。抜けてくれてば、OK。さてと、弱点来たね。いや、強い強い。これがすごい強い。ただ電線切りは痛い。ここは回復しといた方が身のためかな。いや、行くか。うん、強いですね、プラチナ。使いやすい。やっぱね、アンチブロック持ってるだけでね、使いやすさが全然変わってくるんで、ストライクショットもさっきの火力であるんであれば、正直、竹見和地より強いんじゃないかぐらいに思います。これ、はまれないのかな、確か。はまれなかったのか。いける？いや、いけないな。これ、いけない。どこ？どこ？入りづらい。どうするかな？抜けそうだな、これ。あ、いけた。なんかね、下確か入りづらい。入れないのかな？入りづらかった気はする。残ったか。あ、まあでも平均的にダメージ与えてくれたから、これはこれで OK かな。電線切りはこのままだと便座に行くからな。一体処理ミスったけど、まだまだ。さあ、こっからバフしっかりもらっていかないと厳しいね。あ、弱いか。オッケーオッケー。宝船はね、攻撃力ダウンしてくるんで、ゼガヒーも避けたい。お、来た。バフを持った状態で。さあ、どうだ。ほっ。強っ。竹見和樹の SS、撃つ必要なかったっすね。あれ？あ、せいや、これスピードアップだ。やべ。うわ、痛い。ちょっと待って。これで負けるのはバカバカしい。ちょっと勘弁して。まあ、ヒッたけど。あのストライクショットの後からの、これはちょっとダサいですね。バフちゃんともらって。OK。
いやー、だいぶちょっと下りましたけど、竹三日槌よりも正直強いんじゃないかって思うぐらいのストライクショットですね。これが16ターンで1回打てるんで、そうですね、あと配置取ってバフさえもらった状態で次スタートできれば一発目からね、大ダメージ与えることができます。プラチナ、スタメン入りです。千代ちゃんは、たった今、申し訳ないですけど、クビになりました。重心化待ちです。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、バイバイ。